白爪草の花、ポラーノの広場は、宮沢賢治の短編小説。賢治が亡くなった、翌年の九百三十四年に発表された作品である。賢治が、自筆メモで、少年小説や、長編として、タイトルを挙げていた四つの作品の一つである。イーハトーブを舞台に、博物局で働くキューと農夫のコファゼーロ、少年たちが、伝説のポラーノの広場を追い求め、 ついに自ら理想の広場を実現するまでを描いた作品である。本作は、キューストが執筆したという体裁が取られており、タイトルの後に、全17等間、レオーのキュースト氏宮沢賢治役術と記されている。本作は、複数の先駆作品をベースに1927年頃に初稿が成立したと推定されている。先駆作品としては、以下のものがある。 このようにして、一旦成立した本作であるが、後本、宮沢賢治全集第10巻編集の際の総工調査によって、1931年頃に、最終章、6、風と草穂の部分を中心に大きく手を加えられ、一部の総工が本編から外されたことが確認された。この開校では、新しいポラーノの広場について、キ首都ストがファゼエロたちに演説したり、 その場にいた人物から、キューストが、ロザーロと結婚すればいいと言われて、キューストが否定するといった点が削られる一方、ファゼーロたちが語る事業の内容がより具体的なものになっている点で違いがある。またその場所も、以前宴会の開かれていた広場から、デステウパー語が手放した工場に変更されている。昔、森井大市の郊外の野原には、市民たちが集って、 祭りを楽しんだというポラーノの広場があった。そこではよくコンサートやオーケストラがあり、どんな人でも上手に歌うことができるという伝説があった。博物局員のキューストは5月の姉妹の日曜日に脱走したヤギを見つけてくれた商人のファゼーロから最近ポラーノの広場が復活したという話を聞く。興味を持ったキューストは約10日後に羊飼いのミーロと3人で 爪草の明かりをたどる探索を始めるが、見つからない。諦めかけていたが、さらに5日後、ファゼーロが、ついにポラーノの広場を見つけ出したというニュースを持ってきて、騒然となる。しかし広場に到着すると、そこは、山猫博士ことでステウパーの県議員らによる、酒盛りの場であった。参加者による歌合戦が開かれる中、酔った山猫博士が、ファゼーロと悶脈を起こし、 食卓ナイフで決闘になってしまう。決闘はことなきを得たものの、その夜からファゼーロ少年が失踪してしまう。失踪事件は警察沙汰となり、山猫博士も行方を喰らませてしまう。ファゼーロが見つからないまま夏を迎え、キュースとは出張帰りに立ち寄ったセンダード氏で偶然に憔悴した山猫博士を見つけ、山猫博士の決闘の夜の事情を知る。彼は、 工場の経営に失敗して、焼け酒を飲んで、騒ぎを起こしただけであり、失踪には関わっていないという話を聞いて別れる。9月1日の夕方になって、ファゼエロが突然やってくる。少年は、センダード市で川染め工場で働いていたと打ち明けた。二人は、山猫博士の倒産した工場を見て回りながら、この工場をもっと正直な会社に再建する夢を、語り合う。 そして理想的な産業組合を運営して、本当のポラーノの広場を自らの手で作ろうと誓い合う。7年後ファゼーロの経営する工場は軌道に乗り、生産されたハムとカワルイト作産とオートミールは、森井王氏の特産品として出荷できるまでに成長した。キューストは3年後に、博物局員を辞めて、大学の復主や農事試験場の技種などを務めた後、 大都会の時代で働いていた。ある日、友達のできない、キューストのもとに楽譜が届く。そこには、聞き覚えのあるポラーノの広場の歌が印刷されていて、キューストは、昔の友人たちを懐かしむのであった。キューストは、ケンジの生涯と多くの共通点が見られ、ケンジの分身と言われている。また、イーハトーブをはじめ、森井オ氏センダード氏 時井王子などは実在の地名をベースにして賢治が創作した地名と推定されている。物語の舞台であるポラーノの広場は最初は伝説の広場であったが探索の結果政治家の酒盛りは密造主工場としてキストたちの前に現れ最終的には自分たちで積極的に打ち立てる理想的な共同組合に収束する。ポラーノの広場に登場する この共同組合こそ、賢治の夢見た、農村のあるべき姿だったとされている。ただし、キュースと自身はアドバイスを与える存在であって、産業組合に直接加わっていない点は、農民芸術概論公用の理想とは微妙に異なっている。ありがとうございます。